えー、こんんににちは野村さんいつもお世話になります今回も動画の方を送っていただきましてありがとうございました5日ごとに僕が切り替わってこうやってステーキング報酬が入るのは非常にありがたいことだなっていうのはね重ね,重ね重ね思うわけなんですけども今日はねその体のことではなくて YouTube のねすごさっていうのをまたまたね一つ体験したんで、まあ、ここでお話し,しようかなと思いましたんでちょっとお付き合いいただければと思います私が中学の頃ねジャニーズ事務所の中に ちょっとアイドルとは一線を画したロックバンドでこの男組っていうのがね出現したんですよこの男組っていうのはデビューしていきなりね、まあ、トップスターっていうか有名になって「紅白」にも何度か出て映画まで作られちゃったりとかしてねでテレビドラマも決まったりとかもちろんジャニーズ事務所の力もあったんでしょうけども、まあ、音楽の実力も結構あってこの男組のメンバーはすぐに自分たちで作詞作曲を始めたんですよで 人気絶頂のの全国ツアーの途中に解散したんですよねその謎が分からなかったんですけどもまあこの最近のねインターネットとか YouTube のおかげでいろんな噂とか裏話とかが錯綜する中でもう結局ね20年以上経って本人たちが出てきてるんですよねで、まあ、当時、えーまあ、そのメンバーのうちの1人がジャニーズ事務所のやり方に本当にこう呉を煮やしてね 抗議ししてそのまま泣き別れしちゃったんですよねで、バンドってのは4人で当時やってましたから、まあ、1人抜けるともうできないわけですよ。ということでいきなりなし屈指的に活動を休止ということになってまあ、あの他のメンバーからしたらね勝手なことしやがってみたいな気持ちもあったんでしょう。それでわだかまりが残ったまま男組というバンドは解散したんですけどもやっぱりねその男組にかけていたメンバーの1人がものすごくね えー、そうやって出ていったメンバーにしこりを残してしまってそれでまあいまだにあまり心が通じてないのかなっていうところはあるんですけどもでもそうやって飛び出していったあメンバーともともとの音組のメンバーが YouTube を通じてセッションをするようになったんですよね当時の曲を。うん、でこれがだからああ奇跡だなと思うわけですよ。なんか氷が溶けたんじゃないかなと。 20年以上経っていろんな、うん、勝負する場所がお互い変わってねあの時は若かったよねみたいな形で取り戻せるものがあるんじゃないかなと。うん、まあというのがねその踊、まあ、組っていうロックバンドグループはその時そういうふうな形で解散しちゃったんですけどもインターネットや YouTube のおかげで音楽活動は個人的に続けることができてるんですよねみんな。 うん、もしこれ YouTube とかがなかったらジャニーズ事務所から見放されたそのバンドっていうのはもしかしたらもう道がななかかったかもしれないでも今 YouTube やインターネットブログを通じてそれぞれのメンバーが自分の曲や詞を作ってそしてライブハウスを借りてコンサートをやるってことを個人的に続けた結果ファンの方がいまだについてきてるっていうね、えー、その現実があると。その 一部が私なんですけども、いや、すごいなぁと思いましたよね。うん。まあ、な,なんかね、体の話をしなくちゃいけないところで、こういうふうな個人的なことを言うんですけども、まあ、インターネットの力ってのだからすごいなぁと思うんですよ、こういうふうにね。まあ、その一つとして、こうやって、インターネットの力で、体っていう概念が生まれたりとかね。だから、テクノロジーの上には、そのテクノロジーを礎にした新しいテクノロジーが常に生まれていくんで、 これからね新しいテクノロジーのおかげでなくなる仕事がどんどん出てくるって言われてますけどもそれ以上に新しい仕事や社会ができていくのがリノベーションなのかなと思いまして今回のねカのダノもこれからどんな世界を作ってくれるのか本当に楽しみだなと少なくとも今私が体験してるのは私たちが体験してるのはカルダノのおかげでキャッシュがね労働の成果ではなくて 染み出ているってことなんでしょうね、これ。ステーキング報酬ってうのは、うん。すごい概念だと思いますね。はい。じゃあ、今回は以上でございます。納税に関しましても、動画をいただけるということだったんで、えー、もしね、ご無理なければ、また、あの、お分けいただければ、私の方からも拡散していこうかと思います。よろしくお願いします。それでは。